はじめい！オウ！イエー！はい、沖縄やってきました。今ですね、沖縄で有名な、とっても有名なお店ですね。一銀食堂大盛りの店ですね、に向かっております。結構県庁が近いんで、県庁の職員さんであるとか、そういった方もお昼を食べに来られる、地元の方も食べに来られる有名な店です。24時間やってまして、夜中でも飲んだ後に食べに来る人とかもいるみたいですね。お弁当なんかも表で売ったりするんで、売ってたりするんで、有名なお店です。見えてきました。一銀食堂。国際通りがちょっと歩くとね、遠いんですけど、レンタカーとかあるとすぐです。こんな感じで、メニューが山ほどあります。山ほどあります。一銀食堂、お弁当持ってます。はい、では実際入ってみましょう。はい、お店の券売機で買うんですけど、券売機の前で悩んでましたら、地元のお兄さんが、これいいよとおすすめしていただいた料理がありましたので、頼んでみました。どん、ちゃんぽんです。ご飯の上に、ゴーヤチャンプル的なものが乗ってます。これがすごく美味しいっていうおすすめでしたので、いただきたいなと思います。そんなに大盛りでもない、手のひらぐらいなんで、まあ、普通サイズだと思います。これで630円です。激安で、スープついてきます。はい、では、食べてみたいなと思います。見てみました。濃いめの野菜炒めがご飯の上に乗ってまして、これがすごく味が濃いめです。普段食べる、日本で食べる、日本じゃないや、地元で食べる野菜炒めなんかよりは味は濃いめに作られてます。うん。まあ、こんな感じですね。非常にご飯と相性がいいです。パパッと手軽に食べれて美味しいと思います。はい、おはようございます。沖縄2日目です。昨日は1日ちょっと仕事をしておりまして、バタバタと、忙しい1日でした。ということで今日2日目は今朝ごはんを食べに来ています。ちょうどバス停があるんですけど、農林中勤前ですね。ここのバス停で降りるとすぐにある、有名なお店です。ここレンタカーで来てるんで、近くの駐車場に停めました。結構路駐する人も多いんですけれども、結構切符を切られる確率が高いということで、ちゃんと駐車場に停めてきて歩いてきてます。で、今日来たお店が、沖縄料理の店、お食事処みかどです。ここは8時から24時ですね。24時間営業ではありません。ナンバーワン、ちゃんぽん。昨日食べたやつですね。ちゃんぽんがナンバーワンになってます。ゴーヤチャンプル、油脂豆腐定食。油脂豆腐定食いいですね。美味しそうやな。これにしようかな。焼き魚もついてます。ポーク卵焼き定食を食べに来ようか、ソーキそばと思ったんですけど、この油脂豆腐定食美味しそうやな。今日の朝ごはん、この油脂豆腐定食で行ってみましょう。では、中に入りたいと思います。はい、今注文した商品が届きました。油脂豆腐定食ですね。温かいおぼろ豆腐みたいな感じですね。すごい出汁のいい匂いがします。と、焼き魚と卵がついてます。これで700円になります。安い。すごく出汁のいい香りがしますので、食べていきたいなと思います。はい、食べ終わりました。結構お客さんが入っておられたので、中で撮影はちょっとしにくかったんですが、食べてきました。めっちゃ美味しかったです。油脂豆腐定食っていうのをいただいたんですけれども、これ書いてますね。健康第一書いてますように、カツオだしかな、カツオだしに、おぼろ豆腐のような、崩れた絹ごしの豆腐ですね、を入れた、スープ状の食べ物になります。僕は定食だったんで、油脂豆腐と、鮭、焼き鮭ですね、と、卵焼きと、野菜とご飯、もうこれでもかなりお腹いっぱいです。
すごく胃に優しい味なんで、二日酔いとかにもいいと思うんですけれども、僕の周りの地元の方はですね、カツ丼と油脂豆腐定食とかいうわけわからん頼み方をされてる方もいらっしゃったんで、結構沖縄の人はたくさん食べはるんだなっていう印象でした。ちゃんぽんと油脂豆腐定食という方もいらっしゃいましたね。すげえな、ご飯ダブルじゃんと思いながら、まあ、たくさん食べれるほど美味しい、みかど食堂でした。油脂豆腐定食、知らない人はどんなんかなとわからないと思うんですけれども、非常に癖のない、出汁の効いた優しい味なので、日本人なら好きな味です。どんな方でも食べていただけると思いますので、ぜひ、みかど食堂で油脂豆腐定食をお試しください。価格が700円で先ほど案内しましたが、750円でした。ちょっとお高めです。はい、でも食べる価値はあると思いますので、ぜひお試しください。バス停からも近いんで、農林中金前で降りていただいたらすぐ目の前なので、アクセスもしやすいと思います。はい、本日は食堂シリーズ第3弾です、沖縄の食堂シリーズたくさん来てましたが、今回は国際通りからちょっと離れてます。観光客が行くっていうお店じゃなくて、もうほぼ地元の人が行くお店で有名と聞いてます。ドンハイウェイ食堂さんです。でかなりここはボリュームが多くて安い。ステーキが1100円からあるとネットには書かれてました。表にメニューが出てますのでちょっと見てみましょう。ハイウェイ食堂ステーキ、あ、値段のとこは隠れてますね。ステーキ、あ、ステーキ1100円になってますね。はい。でここにもメニューがたくさん載ってます。もうありすぎてわからないぐらいなんですけど、日替わりランチで A ランチ、B ランチ、C ランチっていうのがあるらしくて、あ、これですね。 A ランチ880円、 B ランチ780円、 C ランチ680円。この A ランチがかなりのボリュームらしいので、ちょっと見てみたいなと思います。では行ってみます。はい、A ランチと B ランチを注文して、非常に後悔をしております。ドン A ランチご飯、ハンバーグ、とんかつ、アジフライ、エビフライ、から揚げ、ポテトサラダ、ベーコン、目玉焼きです。 B ランチがそれのハンバーグがない揚げ物オンリーバージョンです。ですね、僕の手のひらがこれぐらいだから、手のひら3つ分ですかなりの量です。あー、食えるかなこれ、自信ないです。頑張ります。はい、いただきました。 A ランチがハンバーグ、白身魚のフライ、エビフライ、唐揚げ。 B ランチはとんかつ、アジフライ、エビフライでした。どっちも量は多いんですけど、一応完食しましたよ。完食しました。どっちかというと大盛りより多いと思います。大盛りより多い料理だと思いますので、たくさん食べたい人にはおすすめです。